山口総合教育支援センターは山口県が設置する教育に関する研究及び教育関係職員の研修を行う機関である。山口総合教育支援センターは山口県における教育に関する研修、研究、情報の収集及び提供、相談等を行い、もって学校、家庭等における教育を支援するために設置され、 2008年前身の山口県教育研修所を解消して現在の名称となる公益財団法人山口県人づくり財団と共同でセミナーパークの施設設備を管理するセミナーパークでは自治体職員や一般県民を対象とした研修が行われるがセミナーパーク内の情報強化研修旨及び技術研修旨は もっぱら総合教育支援センターが実施する研修で使われ、セミナーパーク内にある子どもと親のサポートセンターや触れ合い教育センターは当センターの管理となる。施設内にはビデオダビング装置、マークシートリーダーなどの設備がある。21世紀の松下村塾をキーワードに主に教育関係者を対象とした研修や教育相談などの教育事業を実施する。 事業内容は下記の通りである。教育関係職員及び社会教育指導者の研修に関すること教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること教育に関する情報の収集及び提供に関すること、教育相談に関すること全校に掲げるもののほか、学校、家庭等における教育を支援するために必要な業務に関すること、 教育事業の詳細として、経験年数に応じた法定研修である基本研修のほか、教職員の自発的な参加による希望研修、さらに出前研修プランや平日に行わない土曜日、プランなどの支援研修を行っている。この際、サテライト研修は一部を教職員に開放する、開放講義、スキルアップ研修は県民すべてに参加する権利がある。 県民公開講座となっている。他に教育情報提供事業 iPost テトラスを実施。小学生の児童から一般教職員に向けた教育情報提供システムやインターネットを用いて研修、学習ができる遠隔教育システムをはじめとするサービスを提供している。2008年4月より、それまでの教育研修省再編。 子供や親への支援機能を強化した組織、施設となり、臨床心理士らの専門家が常駐するようになった。ありがとうございます。